この方と一緒にお送りしましょう。ニューアルバムアルファをリリースしたばかり、シンガーソングライターの山本さやかさんです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。うわー、嬉しい。年内最後のゲストはもうこんな豪華な方に来ていただきましたね。もう年内の締めにふさわしい素晴らしいゲストが来てくださって。さやねえだよ。そうですよ、さやねえだよ。知ってるわ。なんて呼んだらいいかな。山本ちゃんって呼ぼうかな。そんな風な言い方、はい、大丈夫。全然何でも大丈夫です。いや、あまり言われないですけど、ねえじゃないから、僕ら人20も多分したぐらいで。はい、そっか。じゃあさや姉様って、私はさまでしょうか。さや姉様にしよう。それをありがとうございます。よろしくお願いします。そう、私はね、ちょこちょこ一緒に、はい、なってるんですよ、実は。何を。ごめんね。何してんの。いろいろ一緒になってるんですよ。レコーディングとか。そうなんですよね。そうなんですよね。知ってた。はい。お、いや、もうごめんね、知られてた、すごい嬉しい。でもね、俺だってあの、はい、めちゃイケのに何度も来ていただいてるから。そうですね、はい、はい、その説もありがとうございました。大丈夫、どうでした。全然覚えてらっしゃらないと思うんですけど。どうでした、その当時のめちゃイケの時、武田さんと。あんまり記憶にないんですよね。はっきり言うな。いや、本当はっきりしてて。でもここ最近の俺のプチ再ブレイクは気づいてくれてるよ。よくお見かけしてます、本当に。本当ですか。はい、本当申し訳ない。もう、もうね、もう筋肉ですから。なんか聞いたところによると、ちょっと筋トレハマってらっしゃるって、うん、あ、そうなんです。やっぱりそれってみんなで筋肉体操からかな。いつ頃から筋トレは。本当に今年。影響しちゃってるな。今話してるんでちょっと静かに。影響を与えてるアーティストになっちゃってるな。はい、はい、それはあのどんなきっかけがあってとか。あのグループ卒業して踊らなくなって、うん、あの筋肉がどんどん減っていって、うん、そのまあ、日頃私生活にも結構こう影響が出てきたので、うん、ちょっと筋肉を取り戻そうと思って、自主的に、はい、してます。それであれだ、検索してくれて、探して。そうですね、僕も。いや、ネット上で見かけた君。何を言って。歌詞になりそうじゃない。あんじゃないの、ニューアルバムの中で俺へのメッセージ。ないと思いますけど。ない。私も最近筋トレにハマっていて。そうなんです。それはもちろん。それはまあ正直武田真治さんの影響はあると思うんですけど。ありがとうございます、いい影響を与えています。いや、でもなんか、はい、お忙しい中トレーニングされるの結構大変じゃないですか。そうですね、私ジムにも一応契約してるんですけど、うん、なかなかジムに行って筋トレっていうのが続かなかったので、うん、まあ簡単なやつなんですけど、うん、買って自宅に置いて、家でなるべくやるようにしてます。発想が俺と一緒。かぶせてこないのよ、本当に。今私さや姉様の話聞きたいから。そう、あ、そうか、そうだね。お家でじゃあ夜寝る前とか、はい、あ、そうです、お風呂上がって寝る前にやってます。あ、そうなんですね、はい、意識が高い、うん、これね、あのね、よく眠るためにはですね、うんうん、あとあの寝る前に運動しちゃうとね、ちょっと自律神経が目覚めちゃうというのも。そうですよね、言いますよね。辛くても朝やる。朝か。朝やる、そしたらもうその1日何食べてもいい。え、何をどんだけ食べてもいいから、朝やる。いつ朝運動をすることほど辛いことはないかもしれないけど、うん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 、それをやってしまえばあと全部楽。あ、どんなにだらしなく過ごしても、うん、朝の運動がもう回収してくれる。いいこと知りました。いや、本当無理しないでいいと思います。自分のペースでやられてください、ね、あのどうしたのかな。気のせいですかね、あのウィンクされた気がしたんですけど。すごく、シンディ、まあ、私がメール読もうとした途端に何してんの。目を落とした瞬間に見つめるんだもん。なんか憧れの隠せないよね、憧れって。あのちょっと処理が難しいんでメールちょっと届いてるの読ませてください。はい、滋賀県ののくみんさんからこんなメールいただいています。武田真治さんとさや姉といえば筋肉談義、あとよい子さんとの共演が長いことっていうね、うん、あの入りなんですけれども、この後岡部さんは山本さやかさんファーストシングル曲一輪草のレコーディング参加されてましたよね、うん、メイキングに移ってました、うん、あと日比谷音楽祭でも一緒でしたね、たくさんお話聞きたいですというふうにメールいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、マッチーから見た音楽家さや姉さんもちょっと聞いてみて。私あのすごく覚えてるのが、うん、レコーディングの現場でご一緒したんですけれども、うん、多分私たちのストリングスのレコーディングの後にギターを取るのかなっていう感じだったと思うんですけど、ギターご自身で弾いてるの。ギターもレコーディングしてます、はい、バリバリよ、バリバリよ。そうそうそう、そうなんだ、はい、だからその弦をすごいしっかり聞いてくれながらも、この後取るギターを弦終わった途端にすごい練習されてたの覚えてて。じゃあ早く終わんねえかな、ストリングスと。いやいやいや、まさか。
か。なんてこと言うんですか。でもそうです。でもすごくちゃんと聴きつつの、はい、ギターの準備勤しんでいて、はい、でまたかっこいいんですよ、ギター X 型のアコギ。その時はアコギだったの。その時はエレキーです、ね、その時そうなんです。エレキー持つとこはまだ見たことない。あ、テレビだとアコギの夢が多いですね、はい、そうですよね。だから多分すごいレコーディング時にエレキーのギターやってて、はい、かっこいいと思って。ありがとうございます。見てました。あのギター、はい、ロックだよね、ジャンル的には。うん、そうですね、好きです、ロックが。はい、さやねが今日来てくれてるって言っても、はい、まだどっかで、あ、そう、うん、本当にギターロックシンガーなのって思ってる人いるかもわかんないんで、一、うん、回音楽聞かない、まあ、いないと思うけどね。いないと思うんだけど、一回ちょっと、そのそうですね、じゃあ音楽お届けしようと思いますね。はい、はい、ということで12月あというニューアルバムアルファから一曲お届けしたいと思います。うん、曲紹介お願いしてもいいですか。はい、それでは聞いてください。今本さやかでトゥルーブルー。文化放送プラスチューンにも選ばれています。山本さやかさんのニューアルバム、12月25日に発売になったばかり、アルファからトゥルーブルーお送りしました。これは NMB48 卒業後初フルアルバム。そうです。で、うん、ソロアルバムとしては3枚目。そうです。はい。かっこいい曲だよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、またギター、はい、今聞きながら話してたんですけど、足のマンの方だよね、弾いてるの。あ、そうです。でも、山本さんが、エレキとかも全曲を通してアコギのエレキもほとんど弾いてるんです。すごくないですか。この曲は違うよね。この曲も弾いてます。ら、イントロ弾いてます。はい、あら、ちょっともう一回イントロ聞いてみよう。あら、これこの部分も弾いてます。はい、めちゃめちゃかっこいいですよね。これはあのアコギをつまびいてるイメージめっちゃあるけど、エレキもしかもこうやってリフ弾くとこまで行ってるっていう風にまだ世間的には追いついてないんじゃない。そうですね、ライブでもともと始めたのもエレキが最初で、ライブでもエレキで結構やってるんですけど、あまりあの表座ってやることがエレキの方はないので、うん、割とアコギのイメージがもしかしたら強いのかもしれないですね。そうだよね、アコギで、うん、しかもなんかそのなんかね、うん、あの本当はあんまりどうなのかなと思いながら、ごめんなさいね。で一般的なおじさんなんだから、まあまあ、もう可愛いからいいかみたいな、まあね、今日ギターあるけど弾けるよ、じゃあ俺むちゃぶりするな。弾けるの。ギターの話もねちょっと お伺いしつつと思うんですけども、この流れで弾いてくれなかったら俺すごい嫌なおじさんだよ。痛いたよね。今弾いてもらったらいいじゃん。分かった分かった、おじさん弾けるんでしょ。俺の知ってるよ。俺だって去年の今頃だって。あれだよ、それこそあのグループ違うでしょうけどね、うん、乃木坂のいくちゃんとドラマ、うん、舞台やってほら、うん、あ、そうだそうだ、ほらその時もギター弾いてたからね。今武田真嗣がつまびいておる、うん、あ、弾けるじゃん。ほら F すごい、C の切り替えこんな早いの、うん、はいはいはい、え、何の曲ですかそれ。わかんない、ほら F F 難しいですよね。あ、優しい。 F やっぱ難しいですか。 F に最初に挫折する人が多いと思います。乗り越えたの。乗り越えました。ほんと、ちょっと弾かせてあげるよこれ。手って大きくないですよね。手ちっちゃいので。手ちっちゃいのによく始めた、始めた頃は小さいギターを使ったりとかしてました。今はもう普通のサイズの。何何、うん、弾いてる。ほんとだ、かっこいい。なんかしかも上の方とか省略して鳴らしたい弦だけ鳴らしてる。そうですね、コードによって。俺まだ全部鳴っちゃう。まあ、それなんか F 弾いてみ。めちゃくちゃ勝手にセッションしないで。まあいいんですね。うわー嬉しい。すごい、初めての共同作業だね。本当に音楽的に今ちょっと感動してたのに。そのコメント、いやでもすごい羨ましいんだろ。羨ましい、このために楽器出し始めたんかって思いましたもん。俺来年1年かけて、あの山本さんがいかにギター弾けるか言って歩くわ。いや本当だよね、ありがとうございます、うん、やばいぜやばいぜ。いやだからさ、うん、すごいポジティブなアルバムじゃない。あ、はい、全体が、
これね、そういう方いたら、うん、そういうことが好きな方いたら、うん、申し訳ないんだけど、はい、マイナー調をでスローをやってアーティストぶりたがる人多いじゃん。ここまでメジャーになんていうのかな、やってもらったら気持ちいいよね。ああ、そう思いますよ。だってしかもアルバム全曲作詞作曲ですからね。そうなんです。マジで、はい、なんかやっぱりそのやることすごく多いじゃないですか。あの作詞したり作曲したりアレンジも考えたり、はい、ギターの練習して、はい、なんなら筋トレもしてってすごく忙しいと思うんですけど、はい、こうお家で結構こもって作業するのは、うん、結構得意っていうか。いやー、まあもともとどっちかというとインドアなので、うん、まあそんなに、まあ、なんていうんですかね、まあ普段の自分って言ったら自分なんですけど、制作期間が長いとずっと本当に1週間とか一歩も出ないみたいな、外に、はい、お風呂は、お風呂、お風呂入ります。入る？1日1回入ってる？入ってます。すげえ。今音楽の話聞きたいんでちょっと静かにしてもらっていいですか？いや、こういう情報も嬉しいなって。そうね、そうね、それそうですよね、うん、そう、あのどんな時にこうメロディーとか歌詞とか浮かんでくるのかなって。そうですね、まあ、移動中とか結構、まあ、歌詞をメモしたりとか、あとは知らない言葉、携帯に、あ、そうです、知らない言葉に出会った時にそれどういう意味だろうって調べてメモしたりとか、あとはまあそうですね、鼻歌をなんとなく浮かんだらボイスメモに取って家に帰ってからそれに行動を当てて進めていくっていう作り方もします。でもね、なんかね、変に小難しい言葉とかもね言わずにね、なんか一回聞いてなんか受け止めたくなるような歌詞が多かったよ。なんかみたいな引っ掛け方してくる人もいるじゃん、マイナー調で、うん、マイナーに何かトラウマでもそうじゃない、そういうの嫌だなと思ってさ、まあ、すごい楽しいアルバムでさ、ありがとうございます。すぐこう刺さってくるし、うん、なおかつ私はこうレコーディングとかあのライブ、はい、ベストヒット歌謡祭でも、はい、ありがとうございました。やっぱりリハの時からもう声がパーンって飛んでくるんですよ。もうリハ本当1回歌うか2回歌うかって終わりましたよね、はい、ってかっこいいなと思って。緊張とかしないんですか？めちゃくちゃします。本当ですか？はい、特にこの1年はすごい緊張することが多くて、初めてのステージとか場所が多かったので、それこそベストヒットも生放送だったじゃないですか、うんうんうんですね、しかもあの大阪城ホールで1人でって歌ったことなかったので、すごい緊張しました。本当ですか？なんかね、全然緊張しないように見えたんですよ。落ち着いてると思って。そうだったんですね。すごいね。あのそもそもになっちゃうんですけども、うん、ギターはいつ頃から始めたんですか？はい、始めたのは小学校5年生で、はい、そこからずっとやってたの。今失礼ですけど、おいくつでしたっけ？今26歳です。じゃあもう10年以上、もっとだ、15年ぐらい、うん、そうですね、あのグループ在籍時とか弾いてなかった期間もあるんですけど、うん、そうですね、トータルするとそれぐらいです、ね、15年あの最初にその小学校、ちなみにね、ちなみになんだけどね、はい、俺もね、体鍛え始めたのこの 1,2 年じゃないんだよ。あ、そうですよね。そうだけどね、急になんかチヤホヤされちゃって、うん、オッケーオッケー、おじさん、長くおじさん、ちょっと黙って、今ギターの話したいから。そうで、プロだね。いやいや、で、あの始めようって思ったきっかけ、はい、小学校5年生の時に、はい、それちょっとお伺いしたいなって、はい、そう、誰見て何弾きたくなったの？そうですね、アブリル・ラビーンさんの、うん、アブリル・ラビーンさんを見て、はい、ギター始めた人がもうこうなってんだ。そうですね、じゃあかっこいいって思って最初アコギを買いに行ったんですか？エレキです。曲はアブリルのどれ？一番最初にしたのがスケーターボーイ。わー、やっぱりそうだ。なるほど。じゃあ買ってきてそれを弾けるようになろうみたいな感じ。そうです、バンドスコアとかも買ってもらって、自分で、はい、見て弾いてました。コンプリケーテッドより、よりスケーターボーイ派なんだね。から入りましたね。そこの入り口がもう、うんうん、サヤネサウンドに現れてるよ。そうですね、今つながってると思います。そこからこうグループに入って、あのちょっとブランクが。そうだよ、はい、あれギター弾きたかったのに私ミニスカート履いてるってなるじゃん。そうですね。その時期はどうだったの？まあでも元々はそのグループの趣旨というのが、結構皆さんアイドル活動をしながらいろんな職業というかお仕事をされて、そうだね、女優さんとかバラエティとかね、出たので、自分もまああの最終的には音楽やっていきたいなって思っていたので、まずはそうですね、グループを、まあそういう目標が最終的にあったのでグループに入って、そこから自分の音楽をまたこうやれたらいいなっていうふうに思ってました。
私ね今すごく思い出したんだけど、うん、FNS 歌謡祭でまだグループにいらっしゃる頃に、はい、私がストリングで入ってた時に、はい、竹部さんいるじゃないですか、はいはいはい、竹部監督が私のところに来て、うん、まだ多分さやかさや姉様とそんなに話したことがなかったんですよね、はい、竹部さんが。そしたら私のところに、はい、終わる頃に来て、僕あの子好きなんだよね、嬉しい、あの子の歌もギターも素晴らしいんだよね、竹部さんが、竹部さんがすごい褒めてたのをめちゃくちゃ覚えてます。なかなか言われないよ、竹部さんがあの子の歌声は素晴らしくて好きって言いたいけど言えないからマッチに報告しときますって言われました、竹部さんが、そう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 、竹部さんにやめて、音楽的なこと言ってるの、そうだね、そう怒られれば、てて今のは怒られる、適正から、いや日本の音楽の要ですよ、竹部さん、そうよそうよ、要、竹部音楽監督が言ってました。よくあのご一緒させていただくたびにあの声かけていただいたりとかしてて、うん、すごく嬉しかったんですけど、うん、それは知らなかったので今年1位嬉しいぐらいの言葉ですね。今年1位ってもうこれ抜かれませんよ。そうですよね、そうね、あなたの一番の喜び共に共有できて嬉しいよ。ありがとうございます。ここで良かったです。でもさ、その竹部さんの話もそうなんだけどさ、うん、はい、あのアルバムのプロデューサーすごくない、うん、そうなんです。小林武史さんとか亀田誠二さんとか、はい、日本の音楽界を背負ってる人のみですよね、うん、本当に、うんうん、そのどうだった、どうですか、あ実際会って作業するの。そうです、あのその方々にもよるんですけど、うん、あの小林さんだとかっていうのは、うん、今回初めて一緒にやらせていただいたので、うん、もう制作の前に少しちょっと打ち合わせというかのを経てからどんどん制作打ち合わせという名の寿司、あ、なんとフレンチみたいな。やっぱり高級レストラン行くよね一回。いやだってほらいいご飯食べないといい音楽をさ、あれじゃないアウトプットできないじゃないですか、あのクラスの人たち、まあでもあのどんなことを考えてる人かっていうのは知ってもらわないとね。そうそう、そういうところから始まったので、すごいあの緊張しながら最初は始まりました。はい、まあそうですよね、話せないな俺、小林さんとか亀田さんとか、でもすごく優しい方たちですよね。めちゃくちゃ優しいです本当に皆さん、はい、あのねこれはそれは私に無理じゃないってい こう要求とかあったりするの、レコーディングの時。いやでも皆さんできるというか、私ならやると思ってるから言ってくださってると思うので、本当にその言ってくださる、かけてくださる言葉にすごく愛と情熱を感じるので、うん、あそれに応えたいなっていうふうにいつもなります。ちなみになんですけど、はい、今回、うん、一番難しかったギターのフレーズってどの曲のどの部分？フレーズか、うわ何回もなんかもう一回お願いします、チャカチャカチャカ、もう一回お願いします、もう一回、うん、じゃあちょもう2小節前からお願いします、あー、あ、はいはいはい、そうじゃない、ちょっとなんか嫌な空気になるような瞬間なかった嫌な空気にはなるかどうか人によると思うんですけども、そうかそうか、でもこう、まあ、手こずったぞ、ちょっと手こずったというか苦労したフレーズとかが面白いわ、そうですね、あのアルバム1曲目のアンリーチャブルっていう楽曲もアコギで参加したんですけど、うんうん、その楽曲は結構あの、まあ、分数コード、やや複雑なコードとかが結構連続で、はいはいはい、しかも BPM 早かったりとかしてどんどん変わっていったのと、そのアコギでも結構ハイコードでずっと弾いたりとかしてたので、アコギのハイコードし手疲れるよね、そうなんですよね、手疲れる、痛いみたいなので、まあ、大変は大変だったんですけど、すごくやりがいありました。なんかあれなんだな、ちょっと大変な試練とかも乗り越えようっていう、なんかこう情熱が根本にすごいたぎってるんだなっていうのを感じますよね。でミュージックビデオの撮影、マスタリングがロンドンでされた、はい、ということなんですよね。行ってきました。1週間行かないぐらい、まあ1週間とか海外行くって大変だよ、大変なことですよね。そうですよね。どうでしたかロンドンでやってみて。何月のロンドン？10月末のロンドンです。10月末のロンドン、はい、寒いちょっと寒かったぐらいですかね。はい、でも日本よりちょっと寒いぐらいで、当時雨は降ってた、雨も降ってたんですけど、すごい晴れた日もあって、どっちも楽しめました。ずでもほらマスタリング作業とかだったら、はい、じゃあお願いしますって言って帰ってきてチェックするみたいなこともあるじゃない。そうですね、だからちょっと日中自由な時間もあったんじゃない。いやそれがあのミュージックビデオとか、うん、あとはジャケットとか、あとはファンクラブ限定のフォトブックとかで、うん、みっちり朝から夕方ぐらいまで毎日撮影をしてました。そうなんだ、かっこいいもんねこれね。ありがとうございます。この頃何グレてた？いや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 、何ですかそれ。髪が赤くないこれ。あ、そうですね、その時はいい。アルバムのジャケットなのかなこれ。そうです、はい、かっこいいね。ありがとうございます。ロンドンが似合いますね。
どうでしょう、そのずっとやっぱり1週間みっちりお仕事だったと思うんですけども、こう日本でみっちり1週間やるのとこう違いというか、なんか刺激とかありましたか。ちょっと話を聞きたいのよ、ね、はい、そのどうなの、そうですね、あまりそのマスタリング作業自体にそんなに携わることもなかったので、ね、はい、何パターンか出してもらってこっちっていうしかないもんね。そうですね、そうですね、なのでそれ自体がすごく新鮮だったんですけど、それがさらにロンドンっていうこともあったりとかするのがすごくまあ刺激でありましたし、まあ、壁、言葉の言語の壁がまあなくはなかったんですけど、まあ、そんな関係ないぐらい本当に思ってるままに伝わって形になっていったのもすごく嬉しかったですし、もう街とかも本当に日本にはない景色ばっかりだったのですごい楽しかった。楽しかったです。あのロンドン歩いてて声かけられたりすることある？あの現地の方にですか、うん、いや特にその自分を知らない街を歩くってさ、うん、ちょっとまた刺激のもらい方違うよね、うん、そうですね、なんか曲とかイメージ浮かんだり、うん、こうそこでしたメモとかも、うん、あったりするのかな。あ、そうですね、ちょこちょこ。それは今後また聞けるんだ。出したいなと思ってます。素敵。あの今すごく充実されてるんだなっていうのも伝わってきます、はい、すごく忙しいんだなっていうのもあると思うんですけども、例えば、うん、丸一日明日休みだよって言われたら何します？一日休みか、その次の日仕事ですよね。そうですね、まあ、一旦そういうプランでいきましょうか。そうだね、無茶できないか、うん、早めには帰りますけど、でも朝とかからまあちょっと、うん、なんか友達と出かけてご飯を食べて、まあ、夕方には帰るかなっていう。夕方、早い、早い、さやね、もう忘れてる。え、何ですか？出かける前の筋トレどうした？忘れてた。もう俺の教えを忘れてしまってる。失礼しました。夜なんで大丈夫です。夜で大丈夫ですけどね。私スクワット教えたのか。はい、うん、でもそんなに乗る気じゃないな。これ終わった後に教えるから。あ、それはもうちょっと今じゃないのかなって感じです。今、はい、そしてですね、うん、来年の2月22日からいよいよツアーが始まります。ステージのパフォーマンスね、どんな感じなのかね、すごく気になりますけれど、はい、うん、どうですか、どんな感じな。そうですね、 ギター抱えっぱなしだよねきっと。そうですね、その辺もちょっと考えて、うん、あのいろんな見せ方したいなっていう。そうだね、はい、ハンドマイクでも歌ってほしいし。そうなんです、ホールで結構今までライブハウスでやらせていただいたりとかしてたんですけど、うん、また多分変わると思うので、うん、セットとか演出とか、うん、プラスこのアルバム引っ提げてなので、アルバムがすごくこう幅の広い、あのアルバムになったので、アルバムに合わせてライブもいろんな幅の広い演出パフォーマンスできたらいいなと思ってます。いや、お楽しみにしといてほしい。もしかしたらね、え、ね、なんかあの自信がある時はさ、あの弾きたい、あの自分のこ、私はこうだだけじゃないこともしていいと思うんだよね、うん、そうですね、そうしたいと思ってます。ちょっと期待できるかもしれないですね。ギターのですかね、もうね、あの心理そういう話はいいのね。ギターの持ち替えとかすごいいっぱいありそうですね。あ、私今言おうとしたんだよ、はい、そうだね、そうそうそう、ギターちなみに何本ぐらい持ってる？10本以上は持ってると思うんですけど、ライブではでも6本ぐらい。あのさ、あのギタリストギター持ち帰ったりするじゃん、はい、あれ数少なくてもいいよなんて俺いつも思って、あれなんで持ち帰るの？あの結局エフェクターで音作ったらいいんじゃないかなって。あれなんであんなにギタリストって自分でも結構変えるたびに、うん、まあ、なんかめっちゃ変えるやんって思われてそうで恥ずかしいなっていうのは思ってたんで、うんうん、変える派？変える派なの？私は結構変える。あの変える理由教えて。理由はいろいろあるんですけど、チューニング、はい、半音下げだったりとか、はい、あ、半音下げチューニングとか半音下げの曲があったりとかを、これなんていうんですかね、ギター、例えばエレキの曲とコゲの曲が続いてたらそれだけでも持ち替えないといけなかった。そこは許す、はい、誰あ本当にアコギでもチューニング違いね、あとね、まあ、あとアコギでもその結構荒々しい音を出したい時のアコギと、うんうん、弾き語りの時にこうマイルドな音を出したい時のアコギとでもまたちょっと変わってくるので、それは変わってくるか。そうなんですよ、ね、そうですよ、すげえ本当にギタリストとして答えられちゃったよ。そうに決まってるじゃないですか、ね、私はちなみに持ち帰る瞬間結構好きなんです。ありがとうございます。ギタリストさんが、あ、なんかこだわってもらってるみたいな感じで、優しい、こだわってくれてるって思ってた。俺時間稼いでるって思ってた。もう本当いい、汚れてる、汚れてる。シンディ本当にサックス持ち帰る人なんていないよ。シンディは大丈夫です。とかあるとか、シンディは一本で大丈夫です。それはあるでしょうか。喋り終わってから言ってくれ。俺のソプラノとかアルトのこだわりも言いたかったけど、今ね、さや姉様の話が聞きたい。そうだね、みんなそうだよ、みんながそうだ。どうでしょう、ライブっていうのはやっぱ楽しい、うん、どんな感じですか？
最近ようやくすごく楽しいなって思えるようになってきました。前はどうですか？前はその結構何やろ、どう思われてるかとか、今この瞬間どう見られてるんだろうみたいな、もう心配ばっかりしてて、あんまりこうライブ楽しめてなかったんですけど、今はすごく自分が作った曲を聴いてもらって、でそれでこう一体感が生まれたりとか、反応があったりとかするのがすごく気持ちかったりとかするので、すごくライブに集中しながら楽しめるようになってきたなと思います。じゃあもうね、来年のツアーなんかも日々楽しさ楽しみながら変化していきたい。すごいロングツアーですもんね。そうですね、更新していきたいです、いやーすごいよな。すごい素敵ですよね。2月の22からだよね。はい、けどでも楽しみですね。楽しみですね、はい、日々やっぱりライブって一日一日違いますもんね。そうですね、生ものなので全部特別なその日限りのライブができたらいいなと思ってます。いやもう必ずできる姿しかも見えないですけどね。ありがとうございます。はい、まあ今後本当アルバム全体もさ、もうはい早くライブして、ライブで歌ってくれっていう楽曲が詰まってるよね。そうですね、はい、早くもう皆さんもライブで聴きたいっていうのを、はい、心待ちにしてると思うんですけども、うん、そう来年本当ツアーもあって充実した年になると思うんですけども、うん、こう年の最後ということで、うん、なんか来年の目標とかあったりしますか？そうですね、明日進行だね、うん、まずはそのホールツアーを満員御礼で完走したいなというのと、うんうん、まあ体調崩さずに、うん、まあこの1年今年2019年に負けないような話題作りとか、うん、よりいい音楽を残していきたいなと思ってます。そうだよ、そっか、すべてがさや姉様の生態にかかってると思ったらちょっと怖いよね。そうなんですよね、潰れちゃわないかとか ね、はい、でもまあ筋トレしてるから健康維持は多分ストイックにそこも頑張って、はい、あるんだよ、ここを伸ばす筋トレとかも。あ、そうなんですね、うん、あそういう役に立つ情報は後でちょっと教えていただいてください。そうだね、ぜひ、うん、はい、しめやかに締めようとするね。いやいやいや、そろそろあの、ね、まだまだお話聞きたいんですけども、お時間が迫ってきてしまう、はい、ということで、はい、あっという間でしたね。またぜひ遊びに、はい、また来てください。またよろしくお願いします。本当ですよ、はい、はい、ぜひ、うん、じゃあ来てよし。はい、改めてニューアルバムアルファ、そして山本さやかライブツアー2020アルファの詳細は山本さやかさんの公式サイトをご覧ください、はい、よろしくお願いします。また来てね、はい、また来年、来年ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ゲストは山本さやかさんでした。良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。